サヌケロックチャンネル』をご覧の皆さんザ・クワイエットルルーーームのボーカルギターキクチリです<ー>今年「サヌケロックコロシアムに」になんと弾き語りで出演することになりましたよろしくお願いしますえー、実は先日ツアーで香川に行った時高松に行った時に、まあ、バンドでツアーに行ったんですけども騒いだんですよ サヌ記録出せと <laughs> あの出してください出してくださいとこう懇願したところなんとねちょっとバンドの枠はなかったんだけどその弾き語りでなんとか差し込んでくださったということで本当に嬉しく思ってます <laughs> え呼んでもらった彼にはいい歌を歌いたいなと思っていますのでえぜひぜひクワイトルーム菊池涼のステージを見に行ってくれたら嬉しいなと思いますよろしくお願いしますえ高松 香川についての思い出あれば話していただきたいっていうのがあるんですけども僕あの高松のサウナーゴールデンタイムあの本当に好きでこの日もなんか僕2日目に出るんですけどサヌキロック2日目に弾き語りで出るんですけどその2日目の後もうなんかサウナあの高松モンスターの店長さんと一緒に行く約束してます <laughs>。 あのそれぐらいこう最近はね結構頻繁に高松に行くことができててそういう町の思い出とかそういうライブハウスの店長さんと仲良くなったりとかあの思い入れもすごい増えてきてるので高松こうやって行けるのが嬉しいです。あとあれですよね次の高松も決まってましてえ4月22日に高松ダイムですねえ事務所の後輩のおさげと泣き言っていうバンドと一緒に えー、行きますので「えー、サヌキロック」で見ていただいてもしいいなって思ってもらったらそちらのライブも足を運んでいただけたら嬉しいなと思っておりますえー、リリース告知などって書いてありますがリリースも実はしたばっかりで、えー、2月1日にですね「えー、知りたい知らない」という2曲入りのシングルを出しました、まあ、特にね 知らないとかはバラード曲になってまして弾き語りとかで歌ったらいいんじゃないかななんて思っておりますので <laughs> まあやるかどうかちょっとまだ言いませんけどあの聞いて来てもらえたら嬉しいなと思いますえーそんな感じですかねあのサヌキロックこんな毎年のように出してもらえて本当に嬉しく思ってますえー来年はまたバンドで出してもらえるように今年弾き語り頑張って歌いたいなと思っておりますんで 高松の皆さん、ぜひザ、ザクワイエットルーム、そして菊池良をよろしくお願いします。以上、ザクワイエットルーム、ボーカルギターの菊池でした。バイバイ。